てるんだな。そうなんです、全然なんです、このタイヤ。全然違いますもん。だよね。あ、もう安心でしかないし、下りまだ気をつけないから、うん、いかついわ。はい、安全性でいきます。はい、この先が足跡しかないですね。なるほど、はい。いやー、どうしよう。何を張るかだな、俺は。え、テントっていうもう考えはない。もうないし。あはハンモックですか。いやー、どうしようかな。寒いね。島田君が言うぐらいだから寒いんだな。いいっすね、でも。うん。いやー、ジムニーかっこいいな。かっこいいね。チェーン巻いててさ、走ってくるのがやっぱいかついよね。やっぱり明日の朝とかもっとすごいんだろうな。これいかついな、やっぱ。あ、カメラマンの目をしてる。目が尖ってたよ、さっき。いいじゃん、いいじゃん。あ、結構いい笑顔ですよ。いい笑ってた。
やっぱ面白いと笑うんだね本当に。いや沖縄のアスファルト広さやっぱ普段暗い人ってさ変わり方がそう分かりやすい。振り幅が、うん、うん、なんていうの、はい、煮るだけのやつにうどん入れただけよ。はい、いただきますね、うん、そんな僕うるさいこと言わないですよ。ただまずい時まずいっていうだけで、うん、味にうるさいじゃん。うるさくはない。これはうまい、あったまります。ちょっと暗くなってきたからランタンつけてみようかな。こんな感じでしょ。ああま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 あ。どうだろうね。果たしてうわあ。ごめん、ごめん、え、思ったよりいい。マジっすか。はいはいはい、島田さんもやるべきですよこれ。マジで、よいしょ。ちょっと、ちょっと見て、ちょっと待って、ほら、うわめっちゃいいっすね。ほら、こっちこっち、全こっちで全然いいっすよ。そっちも光ってんの？この向こう側が見える、見えるんですよ。このカメラ越しも見て。うわ、携帯が壊れた。え、寒すぎて、はい、ほら見て、ほら見て。うわめっちゃいいっすね。ほら、うわー、あ、カメラ越し、ね、やっぱやほらやっぱ一眼レフってすごいっすね。周りは青だよ。うわ一眼レフってやっぱちゃんとすごいな。ちゃんとすごいね。やっぱ8万円分あるね。ちゃんとしてるわ、うん、ていうかこっち褒めてよ。この雪色か、ね、いや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 、あのさ雪の壁を褒めてよ。これどこで買ったんですか、この一眼レフ。え、これどこで、電気屋だよ、あのなんか近所の。うわ、一眼レフいいな。だからね、作ればいいね。どう思う、どう思う。いやめっちゃ良い、良いよね。ちょっとスコップ貸してもらって、うんうんうん、虫がいないからやっぱ楽っすよね、冬はね。いいよね。わあ。沖縄の話をしたいと。はい。いやいや、言った方がいいのかな。え、沖縄の話がしたいので。うん、俺はそう思ってたよずっと。全然 4,5 時間いけますよね。余裕だね。余裕でいけるね。でも あの感じ、飲み会楽しいっすよねやっぱ。まあね、俺飲み会行かないから普段。あれで沖縄も決まったじゃないですか、うん、もうあのアドレナリンの出方ってやっぱむちゃくちゃ楽しいっすよね。ね、いや飲み会自体が俺楽しいと思ったことないからな。でもあれは楽しいんだよねやっぱ。やることいっぱいだよ。今もうランタンの話しようとしたな俺今。もう青とこの何この明るさ、オレンジ、うん、この対比がいいね。美しい。こっちから島田くんの撮ってみようか。ああ、まあいいけど俺のには比べ。ごめんごめん、俺のの方が良かった。ああ、島田君のもいいんだね。僕のやつめちゃめちゃいいですよ。うん、まあ、いやまあまあまあ、斧とのバランスがすごくいいです。うん、なんか、ああまあいいね。まあってなんですか。いやいや、思った以上に。ごめんごめん、舐めてた。
あ、やっぱ、いや、いいね。いや、いいっすよ。うん、この、これすべて込みでいいね、この火と。あとジムニーとね。ジムニーは映ってないよ、ごめん。全然映ってなかった、ごめん。映せないですか？ん？いや、映せるよ。いや、そういう。これと一緒に向こうまで行くのがもうめんどくさい。ですね。ああ。こういうのって。これは。そしてさ、タープ内を照らしてんじゃん。これがま、あーね。反射してますね、ちゃんと。うん。うわ、ちゃんと反射してますね。うん。一瞬。自分がいると気づかないことですね。うん。そう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 。はぁ。雲みたい。うん。おお、すげえ。来るね。来ますね。うん。カープ大丈夫か？カープハーフ大丈夫か？ね。俺一回ハンモックさ、水持ってるのがあるからちょっとだけ怖いよね。まあ車があるから大丈夫だけど。島田くん、何食う？あ、カレー、インスタントカレーだけど。はい。そうやってピコピコ4回入れるんですね。うん、そうなのよ、長くてもいけるから。で、このカレーをつけて、はい。寒いで。うん。どう？島田君と二人でよく来るよね、俺。そうですね。ね。大体。まあ多いは多いですね。大体島田君と二人。昔僕西村さんと二人が結構多かったですけどね。あ、そう。はい。あれ？俺も西間君と二人多かった気がするけど。そう、だから西間さんが暇やったんじゃないですか。そうね。俺か。うん、島田君か西間君がいたいな。いつも。例のやつを出そうかね。ソーセージ。うん。うお、行くぞ。すげえ。バナナかと思った。すげえ。ごっついやろ。いかつ。これをちょっとね、ピコ食いで。うわ。出し方もほらほら、出し方の方がね、すごいよね。すごい、なんか本当バナナ焼いてるみたいな、バナナの東南アジアみたいな。うん、
な。こっちに来ました。うんうん。うまいんでしょうね、きっと。よいしょ。こっち。まだだ。タバコと比べる。あんまり伝わんないな。握り拳今みたい。ああなるほど。ああなんか小さく見えるな。あれおかしいな。こりゃごついな。なんと。なんかわからんわこれ。なんだかわかんないね、これでかいと。でかすぎると。あんまうまそうとも思えんし。でも、炎の揺らぎはめちゃめちゃいいっすね。いやー、ほそうなのよ。うわー、いいっすね。いい。食ってみようか。はい、いきまーす。はい。よし。なるほど。うん、よいしょ。うん、わっ、うまいと思うよ。いただきます、うん、あうまい、ね、うん、これ薬草こんなすぐ消えるんですか。そうなのよ。こういうもんすか。うん、新品入れてきたんだよ。切ります。うん、おい。もうこのままいける。もうガッて食ってもいい。よし。うわー、うわー、エロ、えぐいね、えぐ。おはようございます。昨日チラッとニュー、あれ見てたけど、ヤフーニュース、都内がまた積もってるみたいね。プラス嫁が今埼玉の実家帰ってます。写真送られてきたんですけど、がっつり積もってました。ああそう、はい、でもやっぱこれがあると心強いね。まあまあ帰れる自信があるもん。なんとでもなりますから、うん、うわぁすごい。やるな。一回足音。え、朝閉じた？閉じたのは。勝手に閉じられました。うわ、すげえ。雪の重みかなんか。でも。ちょうどなんかさ、いい感じで。いや、ちょうどいい感じでした。ちょうどいい感じで閉じられてるね。はい、めっちゃ暖かかったですよ。あ、天然かこれ。いや、俺夜閉じたもん。でも全然違いますよね、暖かさ。閉じると閉じる。わかんないけどね、もう寝ちゃったから閉じた後は。寝れたってことは。うん。けど、うん、バキバキに凍ってますよ。朝でした。あ、さっき？はい、1時間前です。今の方が気温低いのかな。冷たいとこで冷たいものを飲むという。ダメ。動物欲しいな。
ありがとう。